シャモン TV 始まります。今日はなんとですよ、シャモンの、ミュージックビデオ、まあプロモーションビデオでもいいんですけど、このプロモーションビデオを何本も撮っている長野のお寺超国寺さんのご住職が来て、くれております。それでは小林幾道上人、よろしくお願いいたします。いや、本当にありがとうございます。もうお久しぶりで。いや、本当にお久しぶり。コロナがありましたからね。本当にね、もう全然外にもなかなか出れず、ちょっとね、外もやりたいと思ってたんだけど、もうなかなか、もう僕もシャモンのライブ多分5本ぐらいこのコロナ期間の中でことごとく全部キャンセルになっちゃって、まあおかげでちょっと何曲かもうできたからアルバム出せそうな感じ。また、何枚目ですか？5枚目です。よく頑張ってない。いや曲がどんどん降りてくるから。いや、もう、はい、ありがとうございます。超国寺さんはほらシャモンの PV の中で姿勢芸あるじゃないですか。姿勢芸でラップをしてるシーンだとか、あとその門、お寺のこう鐘楼門ですよね。鐘楼門の門の上で僕が上で歌ってて、下ではじめちゃんがギター弾いてるサビのシーンとか、もう姿勢芸は全般的に全部超国寺さんで撮った映像なんですよ。まだありますよね。我が名を呼べ、阿弥陀様の、言葉を歌にするとどういうことを言うのか、どんなことをおっしゃっていただけるかというのをちょっと想像して書いた我が名を呼べですけども、あれも超国寺さんの本堂の前で撮ったんです。さらには送り人、送り人、海のシーンはあれ横浜なんですけど、六地蔵のシーンとかあそこ全部超国寺さんなんですよ。いや、もう本当にありがとうございます。で、ついでに言うと月光っていう曲があるんですけど、あの月光は超国寺さんの長野でライブをした帰りの途中のインターチェンジで撮ったんです。あれ初ライブだね。あれ多分初ですね。初の後に、はいはい、思い浮かんだんだね。初の後に、はい、それではじめちゃんがインスピレーションを出て作った曲、ある月光。そうだから月光の曲ができたのも超国寺さんのおかげだったアイデア。ムーンライトセレナ、ムーンライトセレナ、あれはじめちゃんのソロ曲。はいはいはい。ではじめちゃんのそのムーンライトセレナーデを僕がまた後で聴いて、それでこの曲シャモンの曲にしようよって言って月光ができた。そうですね。共同作業だ。共同作業初なんじゃないですか。はい、確かに、ね、そんな超国寺さん、シャモンとすごく縁の深いお寺でございます。よかったら姿勢芸の鐘楼門とか、そういった聖地がいっぱい超国寺さんにはございますから、皆さんもよかったら長野に遊びに行った時はぜひぜひ。はいはい。そんなこんなで今日は唐山唐山林泉寺にお越しいただきましてありがとうございます。こちらこそ初めてで、もう東京のお寺ってすごいなって。いや、とんでもないです。どんなところで小林さんと私が縁をいただいたかっていうような、ところから少しお話をしながらね、行きたいと思うんですけども、はい、増上寺の修行道場、はい、何年前？3年、あ、もっとか、4年、ね、結成は2年半ぐらい、あれでも3年かな、3年ぐらいだろうね、その前だろうね、その前、はい、半年ぐらい前、ちょうど僕が小林さんと会った時は坊主っていうバンドの話。あ、そうですよね、ですよね。そうです。坊主っていうバンドを、いわゆるビーズのコピーバンドを大さん5、6人で大本山、大本山、光明寺の、鎌倉光明寺でやるっていう話をしてて、で、その後かな、その後に僕がどうせ音楽やるんだったら仏教の
曲やりたいっていう話を小林さんとしてて、もしライブするんだったらうちでもしよかったらどうみたいなことを言われ、あぜひぜひと。で実際に形になってきた時に、あのついに形になってきましたって言って小林さんに連絡したら、じゃあうちで一発目やってみるっていう話になってやったっていうのがきっかけなんですよ。本当にあの声をかけていただいたからこそ、あの今シャモンがあるということなんですよ。小林さんに名前言われてなかったら、途中からちょっともう曲作るのがめんどくさいからもうやめようってなってたかもしれないです。でもあの時結構盛り上がったからね。あの時そうなんですよ。そうなんです。修行中なのにね。修行中修行中。あ、でも最後か。終わった後。あ、まあまあまあ、ね、そんな、そっか、そうですね。終わった後、まあまあ、はい、関係だよね。確かにそうです。そんなような会話をしながら、やって、まあこういう形で今日は小林さん初の YouTube。いや、YouTube 初めてなんでちょっと緊張してて、友達も見てて、まあまあ、あの、ってしてると思った、はいはい、あとから、あそこちょっと危ないんでカットでって言ったらカットするんで大丈夫です。あ、よろしくお願いします。あのバンバン言っちゃってください。はい、まあまあ、そんなこんなでやっておりますけども、小林さんの活動のこう一部徐々にご紹介していきたいなと思っておりました、うん、はい、なんか僕小林さんからその修行道場の帰りのに話した時に、うん、お米のあれをあれを、はい、まあ、ちょっとそれも今日もし可能であれば見せていただきたいなと、うん、ちょっと思ってるんですけど、ぜひできますか。いつも持ち歩いてるんで。あ、よかった。いやいや、小林さんはお米にね、なんと尿棒とか生アミダル作って書くんですよ。しかも顕微鏡、顕微鏡じゃないか顕微鏡は小さすぎる顕微鏡だったら書いて難しいですね。虫眼鏡で見てもちゃんとビシッと書いてあるっていうね、ありがたいあのお米をね、書いていただけるんですよ。で、あれはテレビも結構なんか、まあ、そうですね、切っていましたよね。長野県内の、はい、今4件かな、5件、はい、あるテレビは今出演しました、ね、はい、ああ、もう総なめじゃないですか。総なめですへえー、そうなんですね。なるほどなるほど。ぜひちょっと見たいと思いますので、どうしましょう、これここで行きます、はい、はい、じゃあ今用意します。はい、了解です。じゃあとりあえず、また続きは後ほど。ありがとうございました。